それでは民主党の農林水産物問題の北田長官。はい、どうもご苦労様です。本日はお分かりだと思いますけれども、農業区別所得補償制度、2回目の論点整理ということで、議論させていただきました。それから合わせて、先般、食料部会に、出された米の備蓄運営についての資料も合わせて説明を受けて、各議員の方からいろいろご意見質問等を受けてですね、割と活発に議論させていただきました。あと内容についてはまた皆さん方のいろんな質問等があればですね、お答えしていきたいというふうに思っておりますが、基本的にはこの個別所得補償制度、だんだん、皆さんも関心が当然強いわけですし、また具体的な単価等々の数字は議論できませんけれども、このお盆明けのですね、週ぐらいにはそういう数字もある程度織り込んだ中で議論を詰めていきたいというふうに思っておりますけれども、本日は基本的な考え方の中でいろいろと各議員の方から、課題というかね、そういう点の指摘がいくつかございましたので、また農水省の中でいろいろと詰めていただくことになろうかというふうに思っております。なんか副大臣からありましたら、また質疑、備蓄については何のことからどんな備蓄は、今日はあまりそういう、やり取りはそうなかったんですけども、食料部会の中でいろんな意見があったということはもうすでに報告されておりますし、また一番関心の強いところの回転備蓄か棚上げ備蓄かというところについてもですね、方針を定めているということでもありませんけれども、当面のこういう過剰米的なものの扱いをどうするかみたいなところとかね、そういったところは多少話題に乗ったような気がしますけれども、制度そのものをどうするかということについての今日はまだ具体的なそういう方向を出すというようなことは一切ありませんでした。はい、前から備蓄の問題になってます。基本的な認識としては、備蓄を過剰米対策に見ているのは少なくとも議員の皆さんの中にはないんです。備蓄はあくまでも消費者のためなんです。それで、示されているものの中では、回転備蓄と棚上備蓄は5年後に処分したからですね、お金がかかるということになってますけど、意外と今の回転備蓄のほとんど売れないでいる、処分しきれないでいるのを加味したら大体同じような財政負担だったのかと、それは意外だったというような意見がありま各社どうぞ。ただこの備蓄問題というのはですね、これ私の意見でもあるんですけども、農水省だけで物事を結論だけ出していいのかというところがちょっと非常に、気になるところでして、やはり世界的にこういったいろんな災害が頻発している時代でもありますし、やはり政府として国民のこの食料をどういう格好で備蓄していくかということの問題はですね、政府の一つの課題として方向づけをすべき課題ではないかというふうに、私はそういうような考え方を持っておりますので、またこれ農水省の方とのいろんな議論の中でですね、今後概算要求の中でどの程度この問題を詰められるのかというのは一つのポイントになる可能性もあるんではないかなというふうに思っております。今日 その部門会議ではですね、この特別所得補償の検討方向の案、農水省が示した方向感についてはですね、何か異論があったのか、それともこの方向性については今日のところは了解されたのか、そういった方向の中でもいろんな、いくつかの問題意識は皆さん持っておられますから、別に異論があったというよりも、いろんな意見があってですね、そういったいろんな各議員の意見を加味した
具体的な内容を作ってほしいというような方向ですから、特にいろんな加算制度ですよね、そういったところをどうするかとか、水田と畑地とのそういう作物の扱いの問題をどうするかとかね、そういうより具体的ないろんな話題がありましたけど、じゃあ具体的なそれに対する、いろんな単価をどうするかということがまだ今日の段階では出てきませんから、具体的な数字がいろいろと出された段階でまたいろんな方向に終焉するんじゃないかと思いますけどね。その点で言えばね、こんだけ丁寧に、ね、分会に開いてやり取りしているところはありませんから、もう前も申し上げましたけど、調べて今承認するそれを持ってこさせようとしてるんですけど、部門会議はなりものにです再スタートしたのに2回以上開いてる部門会議は我が方と財務金融が2回です。これだけ丁寧にやり取りして、皆さんもこのしゃべりで付き合い大変でしょうけれども、ですからみんな意見を聞いて、それを取り込んでこういうペーパー作って、そういう姿勢を保ってますから、ワンワンと言ってこれおかしいとか言って声を張り上げるとそんなのありません。こうしてほしい、ああしてほしいという注文ですね。しかもですから建設的なというか基本的な考えについてのやり取りですね。だから例えば加算については努力した人が報われるような加算にぜひしてほしいというのがあります。まあ、それに対しては我が方からは、努力して報われるのもそうだけれども、自給率を上げるということ、育休農地をなくしたりすること、米の自給均衡を達成すると、そういったことに応じてやってくださる方と、ただ努力したから報えるだけじゃなくて、我々の政府の施策にを理解してそちらの方向にやってくださる方により多く行くような加算を考えているともう示してあります。ただどこまで加算かというのは防御をしてます。例えば集落営農の法人化加算というのは、これ1年限りでって言ってますけど、その下の規模拡大の加算、規模拡大こそ必要じゃないかと、これになんで加算をしないのかという議論があって、ただ加算、それについては例えばどのような建設や議論が行われているか紹介しますと、加算はやったり越したことはありませんと、ただ1年目からあれもこれもこれもという加算はそんなにしなくてもいいんじゃないかと考えられる加算をちょっとこうやって指定してますけど、どれが皆さん賛成できますでしょうか。もっといいアイデアがあったらどうぞと、こういうやり方でやってますから。それから金額についても、例えば単価ですね、ここに既存の単価は表示してありますけど、じゃあ畑作の単価は一体どうなるんだという質問があります。それは今一生懸命計算してますと。だから単価についても示した時には決まってるのかという質問がありました。いやそんなことはありませんと、一応提出してこれについてはいろいろ意見があるというからまた調整しますと。で、我々はそういう姿勢で臨んでますから、皆さんも話していろいろ意見を言って言われるという感じです。だから政府与党一体となって政策論議をしていって、いろいろ意見はいただくけれども、最後は政府に任せていただくということになってるわけです。部門会がかつての自民党のように圧力をかけて決定機関というないと、僕はおこがましいですけども、その日本をこの農林産部門会議で我々は一緒に作ろうと思っていますから。解散要求前にですね、部門会議として今検討がありますけど、部門会議として農政省に解散要求前に提言を出すとか、こういう方針でやっていくとか、提言を出すとか考えますか。提言というよりもお互いに政府側と党側が一体的に議論してますから、そこでできるだけ合意の方向を、見出すということだろうと思います。前は政策会議で決まったのを説明して、そして言うたって何やってるのか分からないと、それイライラが講じてなんて言っちゃ悪いですけど、それ良くないからって言うんで、農林水産政策研究会がいっぱいは小委員会を作って、そして個別所得補償については特に変化をまとめて突きつけ、設置法の関係もありましたけど、そういうことになったんですけど、我々はそんなことをする前に意見交換していけば、そんなペーパーで突きつけてというのはなしと政府与党ですから、そこまでしなくたっていいんで、今だからそういうふうに本当にというか、政府与党ということで巨人段階議論していく。
まあ、最終的な責任というのは当然概算要求ですから政府側にあるわけですから、だから政府側は最終的な判断をするときにその議論の過程をねいろいろと参考にしていただくということは非常に大事なことです。でまたその議論の過程で政府側が答弁したことについてはそれはその当然尊重してもらうと思いますよね。そういう中で最終的には政府の責任で判断をして概算要求を取りまとめるということだろうと思います。まあ、12月までまたある程度時間はあるしありますから、その過程でまたいろんなことも当然あるわけだし、特に農業関係というのは今モデル事業の、ね、検証はですね、概算要求の8月末の段階では十分把握しきれないですよね。そこのところは常にあるような気がしますよね。激変緩和の関係なんですけど、産地試験でさせていただきます。これなんですけど、ね、前の通りの地区産地都道府県のやつですけど、要はその割り振りというかは、都道府県地域の裁量で要はやれるということなんですか。そうですけど、ね、はい、まあ、金額とかいうのは、まあ、我々も考えてますし皆さんの要望あるでしょうけど、この加算もそうですけど、その地域の実情を加味してと、そのパーフェクトなんてできない。国は大枠を示すと、地域の実情に応じて例えばこう我が方はもうちょっとプッシュすれば大豆は運動できるんだと、そしたら大豆をに加味すればいい、あるいは違う作物に添削がなるやるとか、それを例えば5618億、去年だと5618億で、まあ、大体1割ぐらいが激変緩和措置に使われてるわけです。で第1年目は激変緩和ですけど、似たような調整がいろんなところで、調整だけじゃなくてこれを多くしたいという、手厚くしたいというのがある、そういう裁量を地方に任せようと、それをどのぐらいにするかというのは議論の余地があります。そうすると加算なんかもですね、全国的な加算は我々が提示の、その地域地域の加算は皆さんで考えてやってください、協議していただければというふうにしようと思います。それについて今日はその部門会議の方で特に、はい、そう説明したらストンと落ちますが、議論はできなかったです、ね、その方がいい、いい部分になります。今日の激変緩和の調整は260億ぐらいだったかと思うんですけど、それが上に触れるか下に触れるかっていうのは、もっと400、そう、全部合わせると400億ぐらいだ。すみません、資料のイメージ9ページの伺いたいんですが、この給料払いの決め方というのは、このイメージでいうと平均端子のところのこの上の厚みが、いわゆる60キロ の、 その電線の生産機からこう排気出したっていう、そういうことですか。数量払いの決め方、今米の1万5000円決めるにあたっていろいろ過去5年 の、 確か過去5年のうちの真ん中の3年のというようなやり方ですね。そういうやり方で決めていくというのです。それを想定する。だからこの9ページ の、 その図で言えば、その平均端子のところの上の厚みがそういうことになる。それでたくさん一生懸命やっていただいた方にはもう多くと、という。それから今の激変緩和措置 の、 その地域でも、まあ、決めれるっていうその地域なんですけども、いわゆる市町村、書いてありますが市町村とか、あるいは今の地域水田協議会みたいなところ の、 そのレベルでですね、その単価が決められるとか、社会の副大臣もおっしゃってる、それは県に任せます。基本的には県で、県の方がまたあっちのこの地域をやって、この地域をそれは県に任せます。だから県が県一本でやるか、あるいは水田協議会見回るの経緯でですけど、我々は激変緩和というのは1年限り、3年激変緩和って激じゃないですよ、変緩和で、それはいつまでたってもそれ治りませんから。でそれよりもポジティブに考えて、皆さんのところでいいと思うところに使ってください、上乗せしてくださいというふうに
します。それからもう一点、その7ページのその交通申請交通事業のところにですね、括弧2に書いてあるその意味、括弧1と括弧2の、まあ、関係というか、括弧1ではその現在のその実態をですね、まあ、地域水田協議会というのが、まあ、実施に努めているんだけれども、国の方では今後はその市町村が設置する協議会と言っているんですが、市町村や農協等で構成される地域水田協議会というのとはまた違う、そのいわゆる行政の上のですね、上の方に書いてある行政の主体性を発揮するというようなところに対応した、そうしたその協議会を作るということを検討するという、そういうことなんでしょうか。ですね、この協議会というのも水田協議会というのは一つあちこちにあるんでしょうけど、そんなのないところもありますし、名前がまちまちですね、結構バラバラなんで、それをもっと市町村が中心になって一本化して同じ名前で、そして、取り組んでもらおうと思っています。そのことをちょっと抽象的に書いてあるんです。市町村が中心になって、でこのことをきちっと永続的にやる協議会のようなものを作ってください、で一本化してくださいっていう、それを法律事項にもしようと思っています。まだ分かりません、確定してるわけじゃありません。例えばその今あるのは、例えば農地水環境なんかについての協議会はあったりとか、いろんな町には80ぐらい協議会あるとかっていう聞きますけれども、それも一本化しようと、そういうことです。それ前政権時代にですね、末端でいろんなものを意識的に作ってるんですけども、選挙用に作ったようなのもありますから、だからそういう政治色のあまり入ったようなものじゃなくて、しっかりと行政が主体的に、いろんな方々のご意見が反映できるような組織を再スタートさせたいということだろうと思います。それからその畑作物 その麦とか大豆なんかもですね、その生産数量目標を決める、その決めるイメージですねというのは今どんなふうなお持ちですか。例えばその米の場合だと、例えば生産者 その技術力も高くてですね、公共変動とかそんなに大きな変動はないんですが、例えば去年のそばだとか大豆だとかを見るとですね、ものすごく不作だったりするっていう、これはまあ現在から言えば実態だと思うんですね。だそういうその公共変動の激しい品目に対しての目標数量というのはどういうふうに決めるのか、まあ、基本的なことだと思うんですけど、米は余っているんで抑制的にというので、これ以上作られたら困りますよというシグナルですよね。法律に基づいて生産する目標も、生産数量をちゃんと決めることになってるわけです。でその他の品目についてはそれはないわけです。自主的にやってるわけですけども、大体の感じでこの、まあ、予算の関係もありますから、ね、単価が出てくるわけですから、そうするととてつもない、いくら生産数量多いにしたってそれは多すぎますからね。例えば2年目3年目になると、去年よりもこれだけじゃあ応募作ってくれと言ってるのか、じゃあ自分は作るかという、そういう判断材料にしてもらえばいい。各県やここの農家にそういったもので、ね、多ければ多いに越したことはないわけです。だからそ米ほど神経質にならないで済むんじゃないかと思います。すいません、はい、畑作の方もちょっとイメージがよくわからなくてですね、図の方で面積が入ってある、これがですね、お米でいう1万5000円に当たる、それプラス数量払いっていうことで、図の大きさっていうのはまさにこれぐらいの比率っていうところに、もうそこまで品目によって違うでしょうですね。1年目なんか僕なんか簡単に言うとですね、固定払いだけでいいんだろうと思います。作って他の作物作ってくださいというのです。ですけども、それだとこれなんでこう数量払い入れるかというと、捨て作りになる。転作の時にもそれは常にあったんです。米から転作だけど、あの場合は米を作らなければ出したというのですから、そんなに切りする必要はなかったわけです。今度そういう作らなかったことに出すんじゃなくて、お米じゃこちらのものを作って自給率をアップするのに協力してくださる方に、その米との最低限米との所得の格差の分は保証し、それよりももっと応援した形で有利にすると言ってるわけですね。ところが相変わらずガサッともらえばもう収穫しなくたっていいやというような生まれる可能性あるわけです。
その防止のためにいや欲しいんですけど数量払いで努力した人が報われるようにという工夫をしているわけです。すみません、あの先ほど生産数目標 の, あの配分農家への配分の仕方なんですけども、例えば菜種ですと地域とかあの農家単位ですですね、だいぶ生産量、まあ算定がですね違うと思うんですけども、そこで各農最終 の, その農家へのですね配分っていうのはどういうふうな考え方があるんでしょうか。あのまだ分かりますが、もうあの配分というか経営所得安定対策で今やってるわけですね。そこのところに他の作物も入るということで、ナタレなどはあの今作られているのはですね、鹿児島と鹿児島は薩摩揚げにぜひナタレ油が必要だということです。それが青森の横浜町、それから北海道の滝川、それから十勝というようなところですけどね。だからそういうところを始めて、なぜこれ菜種にというのを我々やってるかというと、作物別というか我々カロリー自給率というのをいつも言ってますけど、穀物自給率と、穀物は飼料穀物も入っちゃって低くなるんですけど、主食用だったら高いわけですね。だけど油量油の自給率ってのは惨憺たるものです。でかつては菜種で23万トンも作ってたんです。それを復活しようと思ってるんですね。あ、だからこれは配分って言ったって多ければ多いほどいいんですけども、現実を見て今の収量に対して、まあ、1.5 倍ぐらいにしてほしいんですよと、それに応じて致しごっこで増やしていければいいんじゃないか。国である程度決めて、それで県市町村で、これもさっきの答えになりますけどね、あの多ければ多いほどいいんで、こちらのはそんなにあの厳密にやらなくたっていいんです。米の方のものがですね、余計に作られると困りますので、ね、これはきちっと守ってもらうと、あの米以外の作物というのはそんなにあの数量目標ってきっちり考えなくてもいいんだと思います。そう、その中の個別投資なんですけども、北海道と都府県でだいぶ生産費が違うと思うんですけども、そこら辺でちょっとあのですね、その点もあまりにもですね、生産費と販売価格の差というのは最低限それは保証すると、それは損しちゃう、損をさせてはいけませんから、それはあくまでも最低限でして、あとどれだけオンするかというのは まさに政策的に判断していいわけです。ですからそこのところは考えなくていいんだと私は正直そうになってると思う。今まで前のペーパーと比べて見ていただくと分かると思いますけど、そばと菜種については生産費調査の結果を見てって書いてあった。それはあの理事に考えると他の作物そうしてきたんで必要なんですけど、そこまで理事に考えなくていいんです。菜種はもうその循環作物の代表ですし、景観とかにもありますし、かって皆さんは若い人ご存じないかもしれませんけど、その菜種って日本中そこら中で作ってたんです。パッと消えちゃったんです。こんなに全く消えた作物って珍しい、かつ大事な作物だ。でそれを復活させようという政府の意図を明確に示したいと思います。そこも政治的判断で、そうです政治的判断というか、食料自給率のアップをするところに医療指針、そして大豆油もひまわり油もあるんですけど、かって作ってたというのでは菜種が一番そのリカバリーとか回復しやすい、どこでも作れます、栽培しやすい。そろそろすいません、もう一点、じゃあその確認ですけど、その面積払いのその交付単価の決め方っていうのはそれどういうふうになるんですか。ここに携帯を存続させるためにっていうことですけど、それに用いるその算定の基準というのはどういう数値とか。それは絶対最低収量がデコシャコあるでしょうけど、ね、最低これで損しないという、作って損しないという最低限の固定バレーしようと、収量が相当落ちてもまあ損はないというレベルのの固定バレーして、余計に作った人のところで落ちて、先ほどの話だと、その年間数量目標というのは年々増えていくっていう、
コンビニくらい。そして自給率、自給率を、自給率を10年以内に、政権脱しも10年以内に 50% に達成する。予算をもうそれに応じてだんだん膨れていくと。運動クエスチョンですけれども、予定通り運動をいっぱいやってて、今、ナタレが代表ですけど、ナタレなんていうのは、所得税経費でいっぱいかかると思うんです。で、ですけれども、ちゃんと規模拡大が進んでいったりしたら、生産コストは下がるでしょうし、まあ、3年ぐらいは固定してくる、単価は。でちゃんとできるようになったら下げればいいわけですから、そんなにあのじゃああの困るぐらいのに増えてほしいと思います、ね、ですけれどもそう簡単にはあの回復しないんじゃないか。だからもう一つその生産性の目標を今度畑作の場合はこれ満面これ一定面積割り当てられた面積以上を作付けしたらかな。いやそんなことない。あの僕はだけどこっちはいくらでもいいですけども、そんなの、まあ、予算の限度があって、うん、そんなにはあのそれはあのそういうふうになればいいと思いますけど、ね、そういうふうにはならないと思います。それほどその誰でも彼でも手を出せるほど甘くはないと思います。本当にやる気のある人たちを作って採算を合うというぐらいの考えになると。あとあの再生利用加算なんですけど、あの今あの大阪府再生利用金庫対策事業というのがあれとそれは10あたりであの 15万ぐらいあるんですか、別の事業ですか。そこら辺でちょっと重複する部分が、まあ、重複しますけれども、重複するんですけれども、それやって何作ったらいいかという時に野菜や果樹じゃなくて我々の提示しているこの作物を作ってもらえば自給率のアップにはつながりますね。再生しているところは多分再生するところというのはポツンポツンと10アールずつ再生じゃないし、まとめて休耕地になっているところをまとめて再生すると、そこのところをまとめて同じ作物をバーッと作ってもらうと自給率のアップにもこうその貢献しますし、その定着にも貢献するんじゃないかと。まあ、ある程度やっぱり要件なりまとめてというのはどのぐらいの規模でやってくるか、そういう細かい要件はつけません。これはこっちはです、ね、作っていただける方に出すと非常にシンプルな形にしようと思います。じゃあ以上で、はい、終わります。